皆さんこんにちは、ガジログです。アマズフィットから大きな発表が8月1日にありました。その内容はアマズフィット製品の価格改定のお知らせということで、すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、解説していきたいと思います。というわけで、どの製品が価格改定されたのか、アマゾンを使いましてご紹介していきたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。まず最初にご紹介しますのは、サム・アルトマン率いるオープン AI 社のチャット GPT の 4o を搭載したアマズフィットバランスになっています。以前の価格はですね、ここに出ていますけども、過去価格 39,900円のところ、今回価格改定で 13% オフになりまして 34,900円となっています。ということで5000円の値引きとなりました。実は最初ね、価格改定というリリースを見た時に大幅値上げなのかなと思ったんですけど、なんとね、値下げの発表でした。いや、これはねめちゃめちゃ嬉しいですね。しかも Amazon で購入するのであれば、ここですね、ポイントで3490円のポイントもつきますので、実質31410円となっています。ということでね、ずっとどうしようかなと悩んでいた方にとって、この大幅値下げっていうのは優位に働くんじゃないかなと思います。ちなみにこのモデルは 1.5 インチの大型 AMOLED ディスプレイを搭載していましてね、パッと見でもめちゃめちゃ大きいなっていうのを感じますし、しかも超高輝度ですね。屋外でも視認性の面においても本当抜群の見やすさになっています。以前レビューしていますので、ぜひねリンクを貼っておきますのでご覧いただければと思いますが、めちゃめちゃ良かったですね。ということで、まず最初に Amazon Fit バランスの価格改定についてご紹介しました。次にご紹介しますのも、 OpenAI の ChatGPT4o を搭載した Amazon Fit Cheetah Pro といういわゆるランニングウォッチと言ってもいいスマートウォッチをご紹介いたします。お値段、ここにね、もうジャスト 29,900 円と出ていますが、こちらも値下げされていますが、この値下げ前の価格なんと 44,900 円と結構お高いモデルだったんですが、なんと 29,900 円と大幅に値引きされています。ということで値引き幅 15,000 円なんですね。これはどうしちゃったんだろうってぐらい安くなっているんですけども、いろいろな事情があるかと思いますが、ここまで安くしてきたのでね、もう買いじゃないかなと思います。ということでね、主な機能としましては、先ほどの OpenAI 社の GPT-4 を搭載し、なおかつ高性能なデュアルエンヘーパ対応の GPS6 種の衛星測に対応しています。さらにはね、ランニングに特化していますので、様々な計測ができるようになっていますね。高度、坂ですね、勾配、また消費カロリー、心拍数のところでいうと様々なね指標を見ることができます。ランニングウォッチと言いますと他社が結構優位なところがありますが、 Amazon Fit もね、このモデルから力を入れてきたなというのを感じますけども、ここまでお値段下がってきたっていうのはやっぱりね、ちょっと手こ入れしてきたんじゃないかなっていうのは本当に見えますね。そして次にご紹介しますのも、アマズフィットチーターというね、47ミリのランニングスマートウォッチをご紹介いたします。実はですね、先ほどご紹介したこちらのアマズフィットチータープロの少しね、廉価版となっています。過去価格 35,910 円と出ていますが、実はですね、アマズフィット公式としましては 39,900 円だったんですけども、そこから大幅値引きしまして、なんと現在 24,900 円となっています。しかも、先ほどもそうなんですが、Amazon で購入するとね、ポイントもついていますので、実質22,000円ちょっとという感じで購入することができるようになっています。先ほどのこのプロモデルに対しまして、こちらはね、少し廉価版となっているんですが、 GPS に関しましては6種のデュアルエンヘンパ対応の衛星測位システムが搭載されています。そして ZEP コーチやオフラインマップにも対応しています。ということで、以前レビューしましたのはこちらの Amazon Fit Cheetah で、プロがついていないこちらのモデルになっているんですが、もし気になったよってことであれば、レビュー動画動画へのリンクを貼ってありますのでご覧いただければと思います。そして次にご紹介しますのは、 Amazon Fit T-Rex Ultra というモデルをご紹介いたします。過去価格が 59,900 円のところ 17% オフになりまして 49,900 円となりました。実はこのモデル、昨年の夏に販売されて1年ほど経つんですけどもね、1万円も値下げされて安くなりましたね。ちなみにこのモデル、最初7万円ほどで発売開始となったんですが、もうそれを考えますとね、2万円ちょっと安くなってきています。この T-Rex 2というモデルもありますが、ウルトラになりますとボディがより頑丈になりまして、金属製のベゼルを採用していったりします。さらには先ほどから出てきました ZEP フローですね、 AI 搭載となっていますし、 1.39 インチの AMOLED ディスプレイや、そして超低温にも対応しているということでね、タフネス系のスマートウォッチとしましてはね、なかなかいい位置にいるんじゃないかなと思います。値下げされましたので気にはなっています。そして最後に値下げされたモデルとしましては、 Amazon Fit Active Edge というタフネス
ス系のスマートウォッチになります。過去価格としましては 19,900 円だったのが、今回は 10% オフになりますけども 17,900 円となっています。ということで、このモデルは夏前に出たモデルになっているので、まだね、販売されてからまだ数ヶ月しか経っていないので、値下げ幅っていうのは何万円も安くなったっていう感じではないんですけども、それにしてもね、すぐに値下げされましたので、ここもね、やっぱりテコ入れしたのかなという感じはします。このモデルの特徴としましては、もう見た目から分かりますようにタフネス系ですね。なおかつおしゃれをちょっと意識しているルックスとなっています。そしてね、このモデル以前デビューしたんですけども、やはりバッテリー持ちがね、最強でしたね。標準的な仕様で16日間と謳われていますが、私のいつも行っている計測でもやはりね、16日間と同等となっていましたので、少しでもバッテリー持ちがいいよということ、なおかつタフネス系で丈夫で使いたいと。ですので、ガンガンね、毎日ヘビーに使いたいっていう方であれば、このモデルなかなかいいんじゃないかなと思います。そしてスマートウォッチとしてのやはりね、基本機能となります GPS も入っていますし、さらにはね、130種類のスポーツモードも入っていたり、基本的な機能は方法を入っています。一つね、注意事項というか、知っておいた方がいいこととしましては、ディスプレイが液晶ディスプレイになっていて、これまでにね、値下げで今ご紹介したモデルは全てアモレットディスプレイですね。有機 EL パネルになっているので、いわゆる AOD とか常時点灯モードっていうのは使えるんですが、この液晶のこのモデルに関しましては AOD 常時点灯モードは使うことはできません。ということでね、アマズフィットアクティブ、ちょっとね、タフネス系でなおかつおしゃれに使いたいという方、このモデルもいいかもしれません。なぜね、ここのタイミングで価格改定されたのか、その趣旨としましては、アマズフィットはさらなるスマートウォッチ市場全体の拡大のため、よりお求めやすい価格で提供することを決定しましたと出ています。全モデルではありませんが、合計5モデルの価格改定が発表され、この新販売価格についてはアマズフィット製品を取り扱うオンラインとオフラインの全店舗に適用と出ていますね。ですので、先ほどのアマゾンでもね、価格改定されたものが販売されています。ということで、5モデルが価格改定されましたが、これから日本市場をより一層ね、戦略的に開拓していくために、この販売価格を改定するということになったので、ぜひね、これからもアマゾフィットに注目していきたいなと思います。というわけで、ご紹介しましたアマゾフィット製品の5種類ですね、概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。またレビューしたことがある製品に関しましては、その商品リンクの下に動画へのリンクも貼ってありますのでね、ぜひご覧いただければと思います。この動画が良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。